昔トンボはトンボ目、昔トンボ下に分類されるトンボ。日本の固有種で、いわゆる生きた化石といわれる動物の一つでもある。体長は5センチメートル前後、羽の長さは3センチメートル前後の中型のトンボである。頭部はやや横に広く、腹眼は左右に離れる。前後の羽はほぼ同じ形をしている。体色は黒で、胸の前面と側面に黄色の帯模様。 腹の節ごとに小さな黄色の点がある。胴体は、不等ト羽ハアモクのサナエトンボ類に似るが、羽は等ト羽バアモクの糸ト,トンボや、皮トンボ類に似ている。草木に止まる時も羽を閉じて止まることが多い。トンボの系統は等ト羽バアモクから不等ト羽ハアモク、アニスプターが分岐したと考えられているが、昔トンボは、両方の特徴を持っていて、二つのアモクのつながりを示す。 原始的なトンボとされる。このため、生きている化石と言われる。トンボの分類でも、昔トンボは一トシバアモクでも、不一ト羽目アモクでもなく、一トシ不一フ羽目アモクというアモクに分類されている。しかし、最近では、不一ト羽目アモクに含める考え方も多くなっている。分布域は、北海道から九州まで、ほぼ全国に及ぶ。しかし、 日本以外では近縁種のヒマラヤ昔トンボ、エピフラバイアレイドローがヒマラヤ山脈周辺に同じく近縁種のエピフラバイアシネンシスが中国国立交渉に分布するのみで他の地域には分布していない。このような昔トンボ科の隔離分布は昔トンボの祖先が各地域で別々にジュラキから生き残ってきたために生じたと考えられていた。 しかし遺伝子解析により、これらの3種の遺伝子にほとんど差異がないことが判明し、ジュラ紀頃に生息域が固定されたと考えるよりは、最終表記に東アジア一帯に生息していた昔トンボの祖船が、表記の終了に伴って各地に依存した結果として、現在の分布を示すようになったという見方が有力となっている。山間部の水のきれいな渓流域に生息する。 成虫が発生するのは4月から6月頃で、渓流域を飛び回る。未成熟は、沢沿いの開けた基地を接触する。交尾の終わったメスは単独で川岸の植物の茎の中に散乱する。孵化した幼虫は、全幼虫で薄い皮を被っている。全幼虫は、茎から落ちた後、皮までぴょんぴょんと跳ねていき、水にたどり着いた後に、最初の脱皮をし、 水中生活を始める。幼虫は、渓流域の石に捕まって生活するが、幼虫の期間は5年とも7年とも言われ、トンボの中でも特に期間が長い。さらに浮かまえの1ヶ月ほどは、渓流の中ではなく、川岸の湿った落ち葉の下や石の下で過ごす。現在では、水のきれいな渓流域が、森林の伐採や開発などにより、 各地で消失しているため、昔トンボの生息域は各都道府県に数カ所ほどの割合となっている。ありがとうございます。